2022年10月19日でございます。水曜日、今回リニューアル工事中のね、JR 新潟駅にやってまいりました。どれぐらいいたかな？ちょっと久しぶりではありますよね。そしてまあ今日はね、とりあえず南口からスタートします。今はお昼の11時40分ぐらいですね。これ南口にも置かれましたね。新潟2キロっていうね、まあ、そのイベントの中で、これいつまで置くんだろうね。これずっと永遠に置くのかな、わかんないけど、まあ自転車がね、傷んできたらまあ入れ替えたりするのかな。あ、これ古いタイプもある。これね、カゴでね、わかるんですよ。これ、まあ、昔からね、あったんですよね。ただ最近になってものすごく増えたね。どれぐらい、100台ぐらいあんのかな。バンダイ側にの方にもね、あったり、あと白山駅にもあったり、古町、本町、まあ、いろんなところにある、まあ、2キロ圏内をね、まあ、自転車でもうこうね、移動しましょうという感じのね、まあ、目論みなのか分かんないですけれども、こういったもの、非常にこれ乗ってみたいんですけどね、ちょっとアプリはダウンロードしたんだけど、クレジットカード登録なんですよね。そこでちょっと行き詰まっちゃったんだけど、30分165円ですね。これもね、ちょっとクレジット登録でつまずいてんだけど、まあ、ね、今日みたいないい天気の時はね、乗ってぐるぐる回りたいとこなんですけどね、今日はね、まあとりあえず目下リニューアル工事中の新潟駅のね、進捗状況をね、まあ撮影してこようかと思います。まあ今一番気になる点はね、こちらですね。駅直下バスターミナル高架下交通広場ですね。2023年度、令和5年度ですかね、来年度中ですね。来年の、まあ4月以降、再来年の3月までの間に、まあ、具体的な何月とかそういうのはね、こう決まってないんですけれども、このね、まあでもかなりね、できてきてるんでね、まずここから、ね、撮っていこうかなと思います。今朝はね、こう通勤するときに道路脇の温度計とかたまにあるじゃないですか。あれ、7度だったんですよ、7度。めちゃくちゃ朝寒かったんですよ。ところが今、僕ね、これパーカー着てきたの、パーカー。めちゃくちゃ大失敗、超暑いです。日中になったらね、ものすごい暑くなったね。暑くなった。お、なんかできたね、ここバスターミナルね。これなんか屋根ができるんだね。ここもほら、多分そのまましばらくは使うから、基礎ができて支柱が立って、こんな感じ、多分屋根ができるんだね。ここだけ多分今僕がいるところを多分ね、歩かせなくなるんだね。多分内側にこう通路にするから、そのための屋根が多分できる。雨に濡れないようにバス停まで行けるような、ね、形にね、作ってるんだと思われます。こっちと向こうね、ちょうどこの角がこういう風に今いるところがね、多分歩けなくなって、まあ、ちょっとね、このインをつくような感じでね、こういう風にこのね、まあ駅からこう出てきてね、こうね行く感じのために、おそらく屋根ができるんだと思いますね。まあ、こちらはね、JR 新潟駅南口になりますね。駅直下バスターミナルはこの右側。ここはね、ちょっとね、若干見にくいんですよね。一個向こうだとね、ちょっとスカスカなんで割と見やすい感じになりますね。こちら側が、おそらくまあ こっちからね、バンダイの方に抜ける方のね、通路になりますね。どうですか？おー、できてきてる感じはあるね。どうですか、バンダイ側がかなり見える。スカスカになったね。毎日ね、着々と工事は進んでるといった感じでございますね。こんな感じ、これ目いっぱいズーム、丸竹ビルが見えてますね。エスカレーターもかなりできてきてる感じ。もうでもほとんどできてんだけど、前からね、あれも早く乗ってみたいというね、感じはありますね。で、この天井なんかもね、配管なんかも塗られて、あの室外機のあたりが結構まだ、ね、塗られてないけどね、あの辺もやがて綺麗にしていく感じではあると思うんですよね。向こうのエスカレーターどうだろうね、ちょっと見てこようか。こちら側のエスカレーターも変わってないかなっていうところですね。ね、早くあっちも行けるようになるといいけどね。そして今日はね、東側連絡通路から
見える8番線9番線のレールだとかがこうねなくなったじゃないですか。あれの延長をね、こう東湖線橋まであえて行って、それちょっとね東湖線橋から見るレールとかはどうなってるのかちょっと見てこようかなと思います。結構今日歩きますよ。そして9月25日ね、先月の25日で全て一斉閉店ですね。一斉閉店した心はまあとりあえず変わらずって感じでございますね。中で多分ガサガサ音がするから、中のなんか解体だとか改修工事多分始まってんのかもしれないね。うん、とりあえず外から全然見えない感じになりますね。それではこれからね、とりあえずね、東湖線橋の方にね歩いて行ってみる。結構距離があるからね大変ではあるけど、ちょっと行ってみますね。とりあえずね駅の脇の道からね進んでいきますよ。ここ歩くのも久々だな。脇の道来るとねビッグカメラね、あと心の駐車場、一般車駐車場があります。結構ね、結構ほんと都会の駐車場って感じで狭い感じですね。空車ありますね、まあ、ここをねとことこ、それね新幹線のガードというかもう線路見えてきましたね。この脇をね歩いてって、そして東側連絡通路からのね、まあレールの状況だいぶ撤去されたのかな、ってとこですね。でその後ね東側連絡通路に戻って、ね、8、9番線なんかもね状況見てこようと思います。いやしかし青空でめちゃくちゃいい天気ですね。ほんとなんか秋晴れって感じ。朝はすっごい寒かったけど、今ね歩いたせいもあって暑いぐらい。新幹線の線路の下にはこうね多分一般の車行けないと思うんだけど、こういったなんか立体的な構造ですね。そしてまあその向こう側はね、在来線がねこう上に高架化されて、まあ上の方にガーッと上がっていくところがねありますね。ここって何のための道路なのかちょっと分かんないけど、ね、こういうなんか一般の人が行けないところとかって本当になんか行きたくなりますよね。本当にね多分入れなかったと思うんだよなこれ。普通の人たちは JR の関係なのかな。見えてきましたね、あれが東湖線橋でございますね。ここなんだけど、これなんだろう、これなんか今まで全然ねこう当然行っちゃいけないんだなと思ってたけど、10キロ制限っていうのだけしか書いてなくて、桁下制限 2.5 メートルだけで、別になんか一般車とか関係者以外とか何にも書いてないから、行っていいのかなこれ。行っていいもんなのかね。え、今度車で来たら来てみようかなこれ。いいのかな、わかるかな、ご存知の方いられますかね。ね、いやーとりあえずね東湖線橋に登ってみようかと思います。レールどうだろうね、全部なくなってんのかなこっちの方もね。はい、それでは階段を登っていきます。これ駅側の方の階段は登れるけど、あのね向こう側の階段は登れないんですよ、あれなぜかね。なんでなんだろうね、向こう使えないんですよね。まあ、こちら側の階段をね、まあ、久しぶりに来たらなんかでもなんかワクワクするな。これ東湖線橋ね、なかなかね車でよく渡ったりするんですけど、仕事中とかもね、歩いて渡ることはめったにない、ね、そしてなんか人も歩いてんのこともねあんまりないんですよね。ここね行ってみましょう。はい、到着。まあこちら側はね多分ねあのレールみんななくなってんですよね。なんで分かってるんですけど、向こう側を見てみたいんですよねどっちかっていうと。どうだろうね、まあ一応こっちも見てみる。わあすごい立体的な感じで都会っぽくなりましたね。はい、じゃあレールはどうなってるかと、あーなくなってる、やっぱりなくなってるか。まあ僕なんとなく分かってはいたけど、はい、東湖線橋から見るね、なんかレールがほらありそうな感じに見えるけど、枕木とレールすべて撤去されてます、ありません。そして向こうに見えてるのが8番線9番線のホームですね。ホーム変わらずですね多分ね。そろそろなんか屋根が外されたりしてるのかななんて思ったけど、とりあえずあちょっと手ぶれする、まあとりあえず変わってないね、変わってない。まあでも枕木とレールが剥ぎ取られたこのねバラストっていうんですけど、あのね砂利ね、砂利だけが虚しく残ってるといった状況でございます。
後ろがやっぱこうなってくるとね、僕背中側の方のレールも見てみたいところでございますね。なんとか渡ってみようか。全然車が来なかったから渡れた。わー、ない、全然、うわー、全部なくなってるよ。うわー、寂しいね。そこのちょこっとしたね、なんかあの橋みたいな、あれ下くぐれんだっけ、ちょっとどうなってんだかな、あれなんであそこだけああなってんのかちょっとわかんないけど、うわー、なくなってる。あそこにほら工事用のね車両があるから、もしかしたらあそこまでないのかもね。あそこまでレールがなくなってんのかもしれない。現在東湖線橋から見る景色でございます。レール、枕木、両方ねなくなってる。で多分外したらもうすぐにトラックだかね、ああいうのに乗せてこうどん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 こう積んで進んでってる感じですね。こうレールとかも残していかないでね進んでってるんですね、おそらくね。こうないですもんね、全くね。背中があの8番線9番線のホームの近くはねの方はね、外してる状況の動画がね過去に上げてますけど、その時は、ね、外して横にね一旦置いてたような感じではあったと思うんですけど、こちらの方はそうだね、脇には置いてるのは全然ないね。まあ、あの遠くの方にね、あれもしかしたらレール脇にね一個置いてあるのかもしれない、ちょっとわかんないけど、まあこういった感じでございます。駅のね進捗状況を撮る動画ではあるんですけどもね、この気になっていたね東湖線橋から見る方のレールももうなくなってましたね。なんかどこまでなのか、あっちとかも行ってみたいですけどね、ちょっとあの外から見えないと思うんでね、ちょっとまあ本当時間があるときにね向こうの方も行ってみたいかなと思っておりますが、とりあえず今日は駅の方に戻ります。今日は本当にいい天気で気持ちがいいな。そしてこの東湖線橋のねこちらの通りは、こっちも確かね階段かなんか確か昔あったような気がするんだけど、ぶった切れてね柵になってます。なぜか駅側の方しかね、行き来できないといった感じですね。向こうも、まあ当選簿、してあります。はい、それでは東湖線橋を後にしますね。まあここからですね、まあ8番線9番線の方に向かってって、8番線9番線の方はねとりあえずまだ手つけてない感じではあるけど、まあ外のねこう脇の通りから今歩いていくんで、どんな感じでね8番線9番線とかねレールとか見える場所があればね、どんな感じなのか見てみて、それから駅の方に戻りたいと思います。このまま脇行けんだかな、ちょっとわかんないけど、まあここから、あ、行けそう行けそう。この辺はそうだね、結構荒れてる感じだな、その土地は。そして駅の方は見えてきましたね、8番線9番線やがてねあれは全てなくなってしまうんだと思うんだけど、今のところ屋根ホームだけはね虚しく残ってるといった感じでございます。はい、近づいてまいりました、8番線9番線の状況でございます。とりあえず、まあ、その壁がね白い壁が邪魔しててホームのあたりは見えない、まあ、これは元々ではあるんだけどね、とりあえず屋根ホームはねそのまんまではありますね。でもあのワイヤーで吊るしてあるねあのゴーとかね、あとはあの昔ながらのあのプレート、あれは生き残ってますね。あれなんて書いてあるやつだかな、特急白雪1号車。あれまだ残ってるんだね。見えますかね？画面中央。特急白雪1号車って、ね。あれはとりあえずまだ外してない。上電車が走ってるけど、パンタグラフしか見えない。そんな感じでございますね。120休憩だろうな、多分な。でもキーンって言ってないの。でもいや、120休憩か。パンタがついてるのは。ほら、あれわかるかな？ 6 月4日のことが書いてあるね。あの看板、まだね、ポスターそのまんまですね。この6月4日最終日のことをね、多分ね、内容書いてあると思うんだけど、あれそのまんま貼ってありますね。ね、やがて壊されると思うんだけど、今のところとりあえず手つかずってとこでございますね。8番線、9番線。それではね、東湖線橋、あ、じゃないや、ごめん。東側連絡通路からね、もうね、上から見てみましょうか。東側連絡通路北口にやってまいりました。歩いたぜ今日は、すごいね。
こちらから8番線9番線の状況を見てみます。はい、息を切らせながら登ってきました。東側連絡通路から見る状況、8番線9番線変わらずでございますね。変わらず、ね、これ多分ね、本当砂利とかもやがて片付けられて、屋根外されてね、支柱外されてホームも外されるとね、言った状況だと、まあ、仮説っちゃ仮説なんだよね多分これもね、確かね。こちらが8番線、隣が9番線、9番線も見てみましょう。こちらが9番線ですね、まあ、そのままですね。こちらあのベンチなんかも見えてるけども全くそのままでございますね、まあ、重機が置いてあって、まあそうだね、多分あれほら解体用の重機だから、エコシステムの、まあ、解体のもうね準備が始まってるといった感じかもしれないですね。屋根が外されて、まあ、屋根から多分手をつけるんだと思うけどね、間もなく多分解体スタートすると思います。また状況撮影しにね来ようと思ってますんで、ぜひねチャンネル登録していただけるととても嬉しく思います。それではね、背中側ね、目下リニューアル工事中ね、メインの方の万代口、ね、見てみましょう。こちらが新駅舎、そして向かいのね広場だとかデッキだとか、まあね、いろんな、こちらはね、あとそうだね、先ほど言った駅直下バスターミナル、バスがね、あそこにバスが止まってるんだけどね、あの通りよりもね、まあ、手前側ね、手前側の方にねこうガーッと切り込んで、ちょうどこの辺りだね、この辺りからこう南口の方にね、先ほど通ったね、駅直下バスターミナルになるところね、そこ、そのここから1本目、2本目、3本目の向こうと4本目の向こうがね、ちょうどバスが行き来するね通りになると思うんですよ、ね、この後ね、まあ、バンダイ側のね正面の、映像をちらっと撮ってから、ね、あの通路、今のね使ってる一般車のね、一般客の、通路からね、その階段の途中からね駅直下バスターミナルが見えるんでね、と作ってるところをね、そこからもね撮影してこようと思います。とりあえず東側連絡通路から見える範囲ではこういった感じでございます、そういったなんか新しいなんか翼食いみたいなね、あれ翼食いって言うんですけど、先にこうなんていうの、オーガーみたいなのがついててね、こうねじ込みながら埋めていくような杭なんですけど、あの杭をねどこか、まあこうね入れてる感じではあるんでしょうね。この杭打ち機がこれなんでね、まあその屋根とかね、歩行者が歩く屋根なんかがこうダーッとできるんで、それのねこう基礎と支柱だったりするのかもしれないですね。割と短いんでね、そんな感じだと思います。まあ予想ですけどね、完全に予想です。東側連絡通路から降りてくると、おここは何をやってるんだろう、穴掘っててね、行けなくなってるね、迂回するような形です。なんだろうねこれね、結構な深さに掘ってるよ。まあちょっと不明だけどね、そこが見えないぐらい深い。なんだろうねこれね、重機で掘ってる感じ。なんだろう、元駐車場だったところはね工事が始まって、非常にまあ資材なんかもたくさん置かれてね、忙しくなってきてる状況でございますね。これは何の工事なんだろうね。ね、あのペイローダーって言うんだけど、まあ、タイヤショベルとかね、まあ、いろんな言い方があるんですけどね、あれね。僕らはまあタイヤって呼んでたけどね、あれね。僕もねあれ乗ったことあるんですよ、あれ。タイヤショベル。盛り土してるのかな。これはちょっとね今後が気になるところですね。そのなんか水道管みたいなやつがね、でかいやつが置いてありますね。なんかこう埋めるのかな、ね、どんな感じなんだか、まあ、非常にこの辺も動き始めたんでね、今後が楽しみなところでございますね。元のね駐車場でございます。案内側のですね、バス降り場、タクシー乗り場、タクシープール、ね、バス乗り場といった感じで、この辺はね全然変わってないんだけども、もしかしたらねこれも本当あのバス直下、駅直下バスターミナルができるまでね、これこのまんまかもしれないですね。かなりまあね、ちょっとここでねバスとタクシーがねお客さん降ろすのがごちゃごちゃになるから、結構ね今こうやって空いてるけど、夕方とか朝とかね、あと週末とかねすごいごっちゃごちゃになってね、まあ早くなんとかしてほしいなっていうね声が結構上がってるらしいですね。それでは新駅舎を向かいに見て、新しい通路から
駅直下バスターミナル見てみましょう。結構時間が時間だからなのかわかんないですけど、人すごいね。なんかいっぱい人がいるね。新しい階段をね、登った途中から見えるのが駅直下バスターミナルになる場所。まあ少しずつね、あのね、こうガードみたいなのは前回できてたけど、そのガードのところになんか支柱みたいなのできてるね、あと新たにね。どういう感じになるのかね、わかんないですけど、あれもなんかこうか壁みたいなので覆うのかもしれないね。あんまりこうコンクリート剥き出して景観が悪いとか、そんなのもあるのかもしれない、もしかしたらね。下はね、結構砂利が鳴らされていて結構綺麗になったね。ここをね、バスがね、バービューンって通っていくんですよね。そして下はね、バス停がポン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 ってね、行き先ごとにバス停ができるらしいね。こっち側だとね、まあそうだね、白山とか青山方面なのかな。で、向こうの方はね、まあビッグスワンとかね、なんていうのかな、亀田とかあっち方面のね、バスがね、バス停ができるんだと思うんですよね、おそらくね。まあ、あの写真だとね、まあ、先頭が BRT ですね。その後、まあどういう風にレイアウトされるのかね、バス停、まあ、分からないですけど、動画冒頭にね、撮り始めた、ね、動画を撮り始めたのね、あそこちょっと明かりが見えてるんだけど、あの辺から撮ってます、ね、最初、駅直下バスターミナルですよって言って、あの辺から撮ってますね。エスカレーターが見えてるのがあれですね。あれともう一つの最初に撮ったエスカレーターが、この階段の裏側になりますね、ちょうど。だからちょうど見えないんだけどね、そういった感じでございます。非常にまあ楽しみな場所でございますね、ここバスを走るのが ね。ほんと少なくともね、そうやってバスが走り始めるところまではね、新潟駅の動画は撮り続けていこうかななんて思っているんですが、ほんとまあ一応ね、完全な完成は平成30年じゃないな、2030年とかね言われてるんでね、大方はそれより手前にできるんだろうけど、それまでに、ね、撮っていけたらいいなと思っております。はい、そして反対側も、まあ、結構工事ね、こう着々と行われてる。下ね、コンクリート打ってるね。これ結構ごついなんかガードができたね、こっち側は。反対側とは全然違うタイプのものですね。そして下はね、コンクリート敷設中ですね。懐かしいね、僕もああいうことしてたんですよ、土建屋にいたんでね。ここもまあ楽しみなとこでございますね。そしてまあね、あの先月で閉店した心中央かな、あれはね、ブックオフとかはまあね、やってる時はあそこ電気がついてるのが分かったんだけど、さすがに真っ暗ですね。あのステッカーとかもやがて剥がされるのかもしれないですね。こちらもまあいろんなものができていくんだと思うんでね、非常にこれからも楽しみなとこでございます、こういった感じでございます。それではね、今度は西側連絡通路の方行ってみようかなと思います。ああ、できてきましたね。多分そこがね、こう出入り口になると思うんですよね。結構こう夏の外壁とかもなんかむき出しになっていてね、錆止めが塗ったあの鉄骨がむき出しになってるところ、ね、あそこなんかもまあ綺麗になって、あそここう出入り口になると思うんですよね。そしてやがてデッキができて、ね、ここまあずっと南口のような感じで歩けるような感じになると思うんですよね、屋根ができてね。それがね、まだね、一応今のところ手つかずってとこかな。それもすごい楽しみなとこですね。そしてこれがですね、現在のね、 BRT ですね、バス乗り場でございます。今のところバスは来てない。あのね、連接バスがね走ってるんですよ、新潟はね。連接はまあ4台しかないらしいんですけど、連接バスが走ってる。まあ4台しかないからめったに来ないんだけど、あとはね、ほとんどが普通のバスが来る感じのね、BRT バスラピッドトランジットっていうね、略だったかなね。本当は専用レーン走るっていうのが、まああの本当のね、BRT らしいんですけど、専用レーンはありません。そしてね、このBRT 乗り場前のね、バンダイ広場のこのシェアサイクルはね、出払ってますね。これね、実はあの月曜日の朝だったかな、僕ね、たまたま月曜日の朝ね、ここに来た時、もうこれ30台ぐらいね、こう自転車が止まってて、写真貼りますね、ここに写真を貼るんですけど、これ見てください、これもう半端ないですねこんなにね、月曜日の朝は、自転車がここに集中して置いてました、ね。係のね、多分市役所の係の人だと思うんですけど、車に乗せてそれぞれの位置にこうバランスよく、配分するみたいですね。そういうなんか係がいるみたいですね。今ちょっと出払ってます。どこに集中してんだろうね、みんな乗ってんのかな、天気がいいから。そしてこれがですね、まあやがてなくなってしまうね、現在のバスターミナル。バスが来てね、バックして入っていくんですよ。これ非常に珍しいんですよね、こういったバスターミナルね。これまあ全てね、このバックするシステムもなくなっちゃうんですけど、ね、まあ今の段階ではね、
まあ、駅直下バスターミナル来年度にねできるまではとりあえずこの形だと思います。非常に珍しいバスターミナル、あんな感じでねバックして入るんですよね。この路線バスがバックするっていうのはねあんまりないんですよね全国的にね。そしてグローバルビューホテルがねとうとうできたんでねずっとねあの外壁工事中だったんですよ。であそこのねベランダみたいなところも入れなかったんですけどとうとう入れるようになったんでこれからねちょっとあそこからバスターミナル見てみようかなと思います。久しぶりにね。なんか焦げ臭いなと思ったらですね消防車が2台来ていてそしてあのなんていうの黄色いテープ貼られて立ち入り禁止になってますね。どこか火事だったんだろうね。火事があったんだ。当選屋さんかな、ちょっと見た感じわかんないけど、わあもろテープって貼られてるよ。こんなの初めてだな。このビルなんだね多分ね。火事があったみたいですよ。2022年10月19日か、来来県ビル。まあなんかもう落ち着いた感じではあるのかな。こうなんていうのかな、物々しい感じではない感じではありますね今のところ。ちょっと落ち着いたかなっていう感じでございますね今のところね。でもこの黄色いテープがまたなんか生々しい感じでありますね。上のところからねちょうどバスターミナルが見えるから行こうと思ったんだけど入れないですね残念ながら。立ち入り禁止は残念。ここからとことこ登っていくとねこの真上に行ってねバスターミナルが目の前に上から見れるんですけど、残念ながら入れません。一気に空になりましたね。さっきいっぱいいたのにこれもやがて見れなくなるのは非常に残念。まあちょっと新潟の名物っぽいとこありましたからねこのバスターミナルは。バスがねバックしていくんですよ。 そのね情景をねあのベランダから見えるんですよね上がれれば。残念ながらねあの階段が通行止めになってるんで上がれなかったんだけれどもね、過去にねあそこから、ね、バスターミナルを通ってるね映像過去に上がってます。ちょっとどの映像、ね、動画だったかわかんないけど、駅の動画たくさん上がってるんでねその中から、探し当てていただければと思いますけれども、しばらくねこのグローバルビューホテルはね外壁をねずっと工事しててねこう覆われてたんですよ。それこそお客さんのねあの部屋からはね何にも見えないんじゃないかっていうね感じがかなり続いて2ヶ月2、3ヶ月続いたんじゃないかな。そういった状況だけど全てね養生が取られてねあそこもねあそこも全部養生されてたんですよね。あそこにも行けなかったんだけどとうとう行けるようになったなと思って今日来てみたんだけど残念ながら、解放されてませんでしたね。そういった感じ。それではね西側連絡通路の方にね行ってみようかなと思います。こちらの階段新潟シティマラソンのラッピングだったんですが新潟シティマラソンがまあ終わったためでしょうね、今はですね世界錦鯉サミットに変更になってましたね。11月6日これね一般人入れないらしいんですよね。錦鯉サミット行きたいんですけどね僕ね残念ながら入れない感じでございます。すごいですね。多分世界各国からやっぱり錦鯉のね買い付けに来るんだろうな。これまあ日本ならではのものなんですよね。おじやかな、いや違うな、どこだっけ、山越村か、山越村とかで多分奇跡的になんかこうできたとか言われてんですよね確かね。いやおじやだったかな。はい、そしてこれがね西側連絡通路でございます。手前からのこの情景は前とそんなに変わってないかな。盛り土してあって重機がね何台か、まあ、増えたね。あとはダンプカーが小さいのがいるね。駅の下なんかはねもうかまあ着々と工事が進んでるといった感じの状況でございますね。こんな感じ。まだデッキの工事なんかね全然始まらないですね。もしかしたらあそこ掘られてるのデッキのねこうね基礎かなんか作ってるのかもしれないですけどね今のところまだねそう、まあ、なんていうのわからない感じでございますね。まあでも天気のいい日は最高ですね。ちょうど129系入ってきましたね。2両編成短い。はい、そして西側連絡通路のね端っこからの映像でございます。こんな感じ、どんどんできていくのは楽しみですね。まだまだ時間はかかりそうだけど、でまずはねやっぱりデッキ、こっち側はやっぱりデッキが楽しみですね。こちらもですねあの今画面の中央に見えているところがね通用口だと思います。外から行き来するね。ちょうどあのねこう骨組みが鉄骨がむき出しになってるけどあそこにもなんかこうつけられたり貼られたりするんだろうね。この手前がデッキになって、まあ、エスカレーターなんかもできるのかもしれないですねおそらくね。
はい、そして在来線西改札の前には、信越温泉フォトギャラリーありますね。まあこういった作品なんでね、あまりがっつり写しちゃうとね、まあ一応撮影禁止は書いてないんですけど、がっつり写しちゃうとね良くないんでね、まあちょっと僕ね見させてもらってね見てきます。はい、とても素晴らしい写真でした。4年前期で455系が撮れた写真があるんだよね。そんなことあったんだっけね、ちょっとあんまり記憶にないけど、4年前期に455の写真が、ぜひ見てみてください。はい、はい、最後にね南口2階のデッキからのね風景は本当に好き、ましてこんなねいい天気の日は最高ですね。そしてまあ結構暑いぐらいではあるんだけど、だいぶいい気候になってきましたね、秋のね感じ、なかなか素晴らしい、ね、早くねこう番台側もねこうやってデッキができてね、こう景色を見渡せるね感じになるといいなと思っております。新潟駅ね工事進捗状況、非常にねこれ見に来るのは楽しいね感じでございます。はい、そしてですね、もう締めの動画を撮って動画を終わりにしようと思ったんですけれども、今ですね、新潟駅のね中でというか、スターバックスのねカップを持った女子高生5人ぐらいとすれ違って、全員が僕知らなかったんだけど紫のスターバックスのなんかフラペチーノらしきを持ってるんですよ。いやあれちょっと飲みたいじゃないですか、僕も、甘いの控えてるんですけど、我慢できないんで買ってきます。スターバックス到着、パープルハロウィン、こいつだな、こいつに間違いない、これ行ってきます。うわーすげえ、もうもろ紫ですね、これ。すいません、ちょこちょこ飲みながらですね駐車場まで戻ろうかと思います。すごい色なんだよ。おなんだこれ、あーこれ紫芋なのか、すみません分からないで、全然なんかね内容とか全然知らないで買ってるからね。紅芋っぽい、何なんだろう説明は何も呼ばなかったからね。でも美味しい、紫すごいよね。あこれもしかしたら苦手な人いるかもね、僕大丈夫だけど、うまい、最高にうまい。はい、そして南口のねこれポンシュ館の前の連絡通路ですね。久しぶりにこっちも来たけど、なんか工事が始まってる。そこのね新幹線のガードのところと、あとは向こうマンション建設が始まりましたね。かなり高いマンションが、そうだね、タワーマンションみたいなのが建つのかなって言っても、まあ30階とかそれぐらいだと思うんですよね。東京みたいに60階とかそういうのは建たないと思うんだよね、確かね。でもそこのね本当に駅近のマンションもねめちゃくちゃ羨ましいですね。ね、こう住んでみたいなと思うけども、ね、これもね、まあ、できていく状況、ね、少しずつ取れたらなと思っております。はい、いかがだったでしょうか、JR 新潟駅リニューアル工事の進捗状況でございます。まあ、変わったところはそうだね、ものすごく大きく変わったっていうところはあんまりなかったかもしれないけど、でも番台側のね駐車場だったところの工事も始まったりね、まあでもデッキの工事が全然ね始まらない感じはあるけども、ちょっとね今日東古戦郷まで行ってきたからね、かなり歩きましたね。ちょっと万歩計がねどれぐらい行ったのか、1万歩とか超えてるかもしれないね、かなり歩いてきたから。まあちょっと健康のためにはねこういった YouTube 撮影もなんかいいかなって思ってやってます、休憩時間に、休憩時間がものすごく長いからね。ね、まあ本当こういうのを始めて本当に良かったなって思ってます。会社はどう思ってるか分かんないですけど、僕は楽しくてやってるんでね、非常に今充実してて毎日がとても楽しく過ごせてますんでね、まあ本当にすごく楽しい。そしてまあね、YouTube のおかげで結構好きなものを買えるんでありがたいと思っております。はい、というわけでですね、新潟駅の動画もねちょいちょい更新していこうと思いますんで、ぜひ
チャンネル登録、これがミソでございます。チャンネル登録、グッド評価、コメントもね、新潟駅もね、例えば新潟駅もね、もっと細かいところ、どこどこも見てみたいとかね、どこどこが気になるみたいなこともありましたらね、読んでますんで、コメント、なかなか返信できないですけどね、すいません。もう結構、なんか、こういうことしてる、仕事中にやってるんで、結構いっぱいいっぱいの生活をしてるんだけど、楽しいことは楽しいんだけどね、コメント返信、たまにね、させてもらってるんですけど、なかなかね、返信がこう、できなかったりするんですけど、ぜひリクエストありましたらね、コメントいただいて、入れていただけるととても嬉しく思います。はい、というわけで、ね、そろそろ仕事に戻らないといけないんで、仕事に戻ろうと思います。はい、では、また別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。